はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プレイステーション2ですね、で遊んでいきたいと思います。今日はね、MotoGP です。視線の設定の仕方によっては結構ね、ハングオンして乗りますので難しいかな。結構ね、目が疲れるかもしれない。ナムコ。世界各国の放送をします。コンチネンタルサーカスといって、そして、ね、世界を回って16カ国ですかね。回って。で、そのうち日本とかね、鈴鹿とかね、モテギとか。年に1回日本にも開催されます。大体日本だと10月ぐらいかな。ちょっと寒くなったかなぐらいの季節で、あれですね。これを買った時は、そう、GP500 から MotoGP のバッグ。まだ来るんですけど、はい、私もありました。どうでしましょう。途中からですね、アーケードゲームとか、これは年間16戦ってますね。あといろんなタイムトライアルとかチャレンジとか、VS ってのはね、2人いないとダメなんですけど、とりあえず今回はアーケード。マシンはヤマハ。2周。で、イジモード。
慣れてるそこから行こう。降りないとダメ。スタート。
ということでね、なんとかクリア。